守るべき存在、ユウが連れ去られた。ユウはリマとフリーダを守ろうと、次期女王である自らの命を差し出した。そしてユウに剣を向けるロフ。しかしその瞬間、リマが立ち上がり一撃を食らわせた。その心意気に免じ、命だけは助けられたユウであった。そしてこの時、フリーダはロフの素顔を見ていた。仮面の下には大きな傷がある。シュウはその理由を知っていた。ロフに傷をつけた者の正体、それはロフの妻リンレイであった。リンレイ、ロフの妻にしてレイになんと水長剣の華麗なる動きを教えた女。ロフは水長剣の柔らかなる流れを嫌い、力強く鋭い剛剣として組み直していた。一方でリンレイはロフが思う以上の本当のなんと水長剣を継承してほしいと、レイに華麗で優美な水長剣を見せたのだ。それはロフを嫌っていたからではない。ロフを上回る才を持ちながら、ロフへの愛ゆえに伝承者争いから身を引き、そして最後はロフによって殺されてしまったのだ。リンレイをも手にかけたロフに、レイは怒りを覚えざるを得ないのであった。さらわれたユウの身柄はロフの元にあった。ロフがエヴァを殺した理由は自らの波動に邪魔であったため。しかしユウはこれを否定し、ロフから女への憎しみと怒りを感じるという。ロフはユウにもエヴァと同じ予見の力があると悟り、その力を利用して自らの過去を見せつける。そこへ舞い込むレイが町に戻ったという知らせ。ロフはそれを受け、なんと聖都殿へ向かう。その情報はリマの見舞いに来ていたレイのもとにも届く。レイはリマと男の約束を結び、決戦の地へ向かうのであった。なんと聖都殿、そこはあまたのなんと最強剣士を見届けてきた場所であり、今もまた実力者たちが一堂に会していた。なんと六星剣と剣王ロフは実力者たちが集った理由を、最強とは誰なのか確かめに来たのだと語る。そして強さとは己一人のものであり、それを支えるのは怒りだと断言する。ユウは怒りや憎しみでは砕けないものがあると反論するも、ロフは怒りこそ我が剣の神髄であると譲らない。そこへ姿を見せるレイ。師と弟子がなんとの聖地で立ち会う。レイの剣がロフに傷を負わせた。ロフはこの時を待ちわびたとマントを捨て去る。そしてこの場でレイをほふり去り、自らがなんと水長剣正統伝承者だと証明すると言い放つ。対するレイはなんと水長剣の伝承者として、なんとの掟を乱したロフを倒すと誓う。激しく打ち合う師と弟子。レイが優勢に見える瞬間があったものの、師父ロフの方が上手であった。戦いにおける真の極意は技にあらず、怒り、憎悪、徹底的に叩き潰す執念。レイには技のキレはあれど甘さがある。それゆえに本気の剣を向けることができずにいると、ロフは言い切るのであった。
霊を挑発するロフ。リンレイやエヴァ、町の女たちに対する仕打ちを思い出し、霊の剣に怒りが帯びる。ロフはその剣すらも軽々と止め、アイリをさらったのは自分であると言い出す。しかし、アイリをさらった犯人は胸に7つの傷を持つ男。ユーはレイを落ち着かせるために助言しようとしたものの、ロフーはその事実まで知っていた。それはロフーがその男を利用して村を襲わせたため。これに怒りを爆発させるレイ。てめえの血は何色だ。勢いを増すレイの剣。これこそが真の戦いであると本気で迎え撃つロフ。二人が繰り広げるのはおぞましい戦い。レイが振るうのはレイ本来の水上剣ではなかった。そして打ち合いの末に膝をつくレイ。サウザーは鼻で笑い、シンは見切りをつけ、ユダは見る価値もないと立ち去ってしまう。とどめを刺すべく剣を構えるロフ。その瞬間、ユーが飛び出しロフにナイフを突き刺す。いつもの華麗に戦う兄貴はどこへ行ったのかと叫ぶユー。ロフは矛先を変え、ユーに向け剣を振る。そこで立ち上がるレイ。華麗にユーを救出したその顔は怒りに染まったものではなくなっていたのであった。己の剣を取り戻したレイ。そのきっかけを作ったユーはかつて理解できなかった本当の強さに気づいていた。大切な人たちの存在がユーに力を与えていたのだ。そしてレイも星の宿命に従えばきっと勝てるという。レイの粛清は犠牲。己のためではなく誰かのために生きるのが宿命。その時、レイの剣は誰よりも切れ味を増すと生前のリンレイも言っていた。レイは己が宿命を思い出し剣を振る。美しい身のこなしでロフーの攻撃をかわすレイ。それはリンレイの技であった。ロフーはその技をめめしき剣と侮蔑する。なぜ愛してくれたリンレイを憎み殺したのかと問うレイ。ロフーは愛を否定し、リンレイは愛に惑わされて死んだという。かつて二人が立ち会った際、リンレイはロフーを圧倒した。しかしとどめを刺すには至らず、ロフーはこれに怒り、気づいた時にはリンレイを貫いていた。リンレイは自らの感情で技を曇らせた。それを愛というのなら愛など不要と吐き捨てるロフ。これにユーが反論する。リンレイに勝てなかった理由はロフーがリンレイを愛していたからと言い放つのであった。リンレイはロフーと立ち会うと愛されているのがわかると言っていた。リンレイは愛ゆえに強く、ロフーも同じだと断言するレイ。ロフーは一向に愛を認めず、レイに剣を浴びせる。レイはそれを弾き返し、ロフーが求めた強さはリンレイの剣だと言い放つ。ロフーはリンレイを撃てなかった理由に気づかされ、実力者たちは決着を見届けるまでもないと立ち去っていく。レイは真の力を手に入れ、ロフーはリンレイの幻影からその強さの理由を知る。レイの粛清は犠牲。義とは正しき人の道。多くの出会いとぬくもりがレイに己が宿命を気づかせた。だがロフーにも意地がある。
空を舞う霊に相打ち覚悟の最強剣を繰り出す。飛翔白霊、皆の思いが霊に翼を与え、露風を打ち砕いた。これにて戦いは幕を下ろし、エヴァ殺害の真相が明かされる。エヴァはいずれ露風の前に何との男が立ちはだかると告げた。その後現れたのがレイ。露風とは戦う理由すら持たぬ男であった。しかしエヴァはレイが大きく羽ばたくことにかけ、戦う理由を与えるために自ら命を差し出した。露風はこれに応え、あえてエヴァ殺しの汚名をかぶったのであった。エヴァがかけた通りにレイは羽ばたいた。そして敗北を喫した露風には死が迫る。自身を守るために命を落としたリンレイに謝罪し、アイリの剣は挑発のための方便であったと明かす露風。最後は求めていた戦いができたことに満足し、息を引き取る。レイは師父露風を埋葬し、優に感謝の言葉を残して町を出る。その背中にきっといい女になると誓う優。レイは妹アイリを探す旅に戻り、犠牲の宿命とともに生きていくのであった。